今回ですね、このバファリンじゃなくてこちらイブ、これね60錠で473円なんですよ。しかしね、眠くなる成分が入ってるんでね、ちょっと運転するときはちょっと気をつけてください。薬の説明とかもどうでもええわ。はい、お疲れ様でございます。噛んだ、冒頭噛んだ。はい、お疲れ様でございます。今回ね、こちらアリエクスプレスでね、ちょっと神気味やな、このドライバー、電動ドライバー買ったんですよ。これが ワウスティック TRY っていうモデルで、アイムデュアルスクリュードライバー VVV って書いてるんですか。これ早速ね、開封していきましょうか。これね、イングリッシュじゃなくて、この JP、日本語でも書いてますね。名称、ダブルパワー精密ドライバー、モデル番号、ワウスティック TRY、カラーシルバー。バッテリーってね、この AAA って書いてるんですけど、多分単4のことですね。日本で言うと、単4のことです。そしてここメーカー、これは読めんな、これは読めん。中国語ですかこれ。なんとか州、習ってない漢字が書いてある。よくわからん。早速開封していきましょうか。そしてね、これ以外にね、このケースもついてきたんですよ。そうです。これ使わないですか。これなんかメガネいるでしょうか。早速開封していきましょう。そうです。こちらですよ。このビニール、なかなかいいビニールですね。これ残しときましょうか。そしてビニールについてきたおまけなんですけど、あ、なんかここに QR コード書いてるな。後でちょっとスマホでスキャンしません。しません。めんどくさい。あ、ちっちゃい。思ってたよりちっちゃいわ。説明書と、箱と、これはちょっとね、日本語で書いてないんで、わからないです。英語と中国語だけですね。わからん。そして肝心な本体ですけど、あ、これ多分ね、こっちがビットのセットやと思うんです。そうです。そしてこのビニールについてきたビットセットなんですけど、こちら。で、本体の方はこちら。ちょっとね、太いペンぐらいの大きさですか。そうです。あ、電池は入ってる。電池は別売りなんですよ。そして、どっから電池入れるんですか？あ、ここ単42本ですかね。ここに電池のマーク書いてますね。これ、ポコって開けて、ちょっと電池入れましょうか。チロン GP ですよ。マンガン GP。なんか水晶はアルカリかなんか書いてたかもしれないですけどね。説明書読んでないですけど、そんなの関係ない。GP です。GP を押しています。そして電池の向き、プラスが先端の方向ですね。これを2本入れて蓋すると。あれ、これ締め方が ねじるタイプですか？カチャッ、さっきなんか無理やり取ったな。回すタイプですか？ここなんか10円とかでね、回せる。あ、爪長いな。このために伸ばしてましたよ。このためにね、爪伸ばしてるんです。そしてここで回していく。あ、これ こっちが正転、こっちが逆転。これ時計回り、反時計回り。あ、これいいじゃないですか。そしてね、ここのねサイズなんですけど、ちょっとダイソーとかに売ってるビットセットの六角形のサイズとは違いますね。なんかこの、何インチですかこれ。ちょっと小さめのやつですね。これを、このビットセットのプラスをちょっと試していきましょうか。これいっぱいついてるんです。あ、なんか繋がってくる。おしゃれ、おしゃれ。いっぱいある。何個ついてるんですかこれ。見ときましょうか。プラスが3つ。PH00、PH0、PH2、PH1 が、1がないんかい。SL、これマイナスドライバーが3種類。で、六角形。で、星が3つ。4つ。P2、P、T5、T6、T8、P2、P シリーズが。これ、
これ六角形の星で、これ五角形の星っていうことですね。そして四角、三角、三角はね、あのハッピーセットのおもちゃとかのやつですね。そしてこれはね、あのゲーム機にこの三ツ矢サイダーみたいな、なんかこの三本のやつあるじゃないですか。それを開けるときに使うやつで、これ初めてですね。このネジは未だ見たことない。 U3.0 っていうやつ。そしてこれ何ですか？ 0.8。 この回るんですか、こんな。いや、これも見たことないな。そうしたら一番オーソドックスなプラスをつけて使っていきましょうか。これを使いましょうか。ここのサイズがわからんな。これを刺して、わ、めっちゃ便利やん。速度調整はねできないんですけど、なんかこうおもちゃとか基板の修理とかでこう、いいじゃないですか。これ、こんなコンパクトで、そう、手のサイズに対してこの大きさ。手のサイズは人それぞれ。このモバイルソーラーバッテリー、これのここの横のネジ外しましょうか。これをこうセットして、ね、ネジ、あ、ちょっと合ってないな。もう一個ちっちゃいやつがいるわ。ちょっと待ってください。これか。これをセットして、して外していく。あー、逆や。あれ？待って。動かんようになった。動かんようになったで。どういうことや？電池なくなったか？え？壊れた？え？壊れた？嘘やろ？使って5分もしてないで。なことある？なことあるかいな？そんなことあるかいな？ちょっと待って、これ初期不良で動いてたね。さっきまで動いてたわ。失礼しました。ちょっとなくなりかけの電池使ってただけでした。1本がめちゃくちゃ少なかったです。チェッカーで調べたらね。わ、これ便利ですよね。こんなちっちゃいネジもこう、電動で開けられる？わ、めっちゃ便利やん。これを開けたからといって何もないんですけど。ちょっと構造だけ見ときましょうか。モバイル。そしてね、トルクはついてないですからね。はい、カチャ。あ、なんか電池おかしいことになってる。分解しといてよかった。これなんか爆発してませんか、これ。こんなんなる。危なかった。壊れてるところでしたね。7V、900mm か。3.7V の 400mm やったら、あの、プレステ4のコントローラーから取り出せますよね。ああ、いや、そんなコントローラーが使えんようになるわ。この修理動画じゃないんでね。これはもう一回片しときましょうか。これもう捨てましょうか。電池だけ取って、リサイクルできるか。こんなんなってたらもう無理や。それは無理や。はい、そしてね、このビットの方なんですけど、ちゃんとね、この磁石の機能もついてます。ちゃんとね、このネジを拾うんですよ。ずれてる。こうくっつけて、こう締めていく。逆か。これ便利ですよね。あかん、ネジが細かすぎるわ。見えてない。老眼鏡がいるわ。なんかもっといいドライバーやったらね、ここに LED が付くらしいんですよ。こう締めるときにこう、回してるときだけ光るっていうね、そういうドライバーも売ってます。ともう一個だけ試しときましょうか。三角のね、ビットのやつ。あ、なにこれ、こんなんあるん？これさっき言ってたやつです。クワガタみたいなやつです。クワガタドライバー。そして、これ何ですか？こんなんどこに使うんですか？この尖ってるの。何を回すための、わからん。全然わからん。そしてね、ハッピーセットのおまけとかに、おもちゃ？ハッピーセットのおまけについてくる おもちゃのやつ？もう三角のビットのやつね。多分、どれですか？三角のビット。どこや？そんなもんついてないか？あれへんやないか。ここに書いてあったのにあれへんやないか。三角の 3.0。まさに一番下の、多分これですね。これが多分ハッピーセットのおまけとかを開けられるやつです。これ使っていきましょうか。ハッピーセットのおもちゃ。これ確かね、こう、あれ、ラッチが効かないような、これ押したら回るやつですか。あ、ちょっと遊び方忘れましたけど、これの、ここがね、三角のネジなんですよ。これで多分開くと思うんですけど。あか、硬い。硬いわ。逆か？三角の、あか、このトルクでは開かへん。硬い。フィットするんですけど、これ強くネジ締めすぎやわ。Bセットの方。最初が回らへん。最初ちょ、
ちょっとこう回してから、あとは電ドラで。そんなにね、トルクはきつい方じゃないんで、取れるには取れるんですけどね。あ、もう2回目から外れやすいですかね。あれ、あ、出てきた。そうですよね。この三角のネジ、これにフィットしますと。若干かじったかな。若干かじった。最初が硬いんですよね。これをもう一回はめていく。そうです。これ便利です。国産のメーカーとかね、4000円ぐらいするんですけど、アリエクスプレスで、噛んでないで。ワウスティック。これが多分ね、2000円ぐらいやったと思うんです。あ、後でね、ここにね、値段出しておきます。この値段で購入することができました。送料込みでですよ。で、ビットの種類が、4×5、20個セット。ビットが20個ついてきて、そして本体とこのケース付き。これで、この値段です。これはもう安いです。もう買いですよね。サイズだけ取っときましょうか。そうです。このサイズです。サイズ比較が。比較しときましょうか。このギザ銃をピカピカに磨きました。磨いたら10円の価値がなくなる。10円に対してこの大きさですね。めちゃくちゃちっちゃい。そして前にね、通販で買ったこのビットセット。これが合うかどうか、ちょっと見ときましょうか。これ何ですかね。どっかホームセンターで買ったやつですかね。ちょっと覚えてないんですけど。これも、これ六角形のとマイナスとプラスだけですかね。これがあったらラッキーなんですけどね。あ、合う。あ、電池なくなってる。もう電池なくなってるわ。そうです。この細い六角形のタイプに合ってます。ここの大きさな、ノギスで測りましょうか。これなんかそういう規格なんですか？ネジの規格？わからん。ちょっとダイソーのノギスを持ってきました。これで測っときましょうか。4ミリ。ここの六角形の部分が、この寸法が4ミリやったらね、ここにちょうど合います。これはいいですよ。そしてね、このビットだけでも購入することができます。このドライバーなしじゃなく、なしのタイプ。そしてね、やっぱりコンパクトなんでね、これ持ち運びに便利ですよね。これをこう入れて、そうです、スティック状に持ち運べるっていうことになる。ちょっと入りにくいわ。若干引っかかる。そうです、このサイズが2本っていうことですよ。これだけでね、ちょっと、コンパクトでいいんじゃないですか。あと、ポーチみたいなやつに入れたら、この付属の、このポーチ、これに入れて、あ、これ真ん中塗ったるやん。ここ塗ったる。じゃあ、こう一本ずつ入れるってことですか。こういうことですか。こう入れて、こう縛って、そしてお出かけですよね。もう遠足。お菓子300円とこのドライバー持って出かけられますよね。チックノギスですよね。このノギス。若干ね、変色してきた、黄ばんできたな。最初買った時はね、真っ白やったんですよ。それもこのプラスチックがね、10円のサイズを測る時とかね、便利ですよね。そういうことないと思うんですけどね。はい。2.38 とか。精度はわからん。精度がいいのかわからん。ナフコのデジタルノギスを購入してください。というわけでね、今回はこのダイソーのノギスが100円で買えるっていう動画でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。え、このコックリさんのシート、家の部分がない。灰と灰しかない。え、勝手に置く。いやいやいや、どこ行くね。